ちは。鶴川高校教職員組合の三木ひろこです。今日はとってもいいお天気なので、ひろ散歩の2の撮影をしようと思ってきました。暑いですけど、ちょっと歩いて行ってみたいなというふうに思っています。なんか、いつも短大に見学のコースがあったんだってね。あ、そうそうそう。うん、どんな時に行くんだっけ？なんかね、文化祭の見学とか、それとかね、説明会とか、あとなんかね、オペラの鑑賞教室みたいな時にも行きました。じゃあその懐かしいコースをたどって、ヘリシア子ども短大の方向に向かって散歩したいと思います。鶴川の駅からバスが出てて、この鶴川ここ前っていう、ここでね、降りて通ってる子もいたよね。そうね、あとここからの短大に向けてもこのまま乗ってくとバスで、ね、そう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 、雨の時とかね。そう、まあね、見学の時はね、バスには乗らないで歩いて行ったけど、高台連携とかね、そういう時は、バスで皆さんね、行ってましたね。じゃあそうか、高台連携が始まってからはもう、バスで行くのが多くなってるんだね。まあ、結構ね、車の通りも、激しいんでね。まあ、ちょっと向こうの方行ってみようか。はい、行ってみましょう。はい。これが鶴見川だね。でここもカモがいるかな。いるんだけど、よく写真撮ってる人いるんだけど、ちょっと見当たらないね。見当たらないね、この綺麗な、天気いいし、暑いからみんな潜っちゃってるかもしれん、カモだもん。カモだからね。そう、左、そう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 、そこの方をずっと歩いてっていくと、ちょっと坂があるんだよ。ここで、そう、坂をずっと登って左の上の方に上がっていくんですよね。坂を登り切ったら、ここに岩小学校がありました。紫陽花もね、すごい綺麗に咲いてね。ちょっと紫っぽいですね。そう、でもかなり色がね。岩島もね、よくね、人形劇とか児童劇やりに来たんですよ。あ、そうなの。感想文もいっぱいもらった。本当によかった。近隣の近くの学校だからね。ああ、なるほどね。あとなんか言ってなかったけど、三輪小学校の運動会のアナウンスの声とか。あ、そう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 、運動会とかチャイムもよく聞こえたよね。それだけ近い。ということで、ヘリシア子ども短大に到着しました。こんな感じでね、歩いてずっとこう来たんですね。このヘリシア子ども短大のすぐそばで、なんかいちごの現地直売というのをやっていました。あ、今日の分はなんかもう人気で売り切れ完売って書いてありますけど、大福だけあるということなので、大福を買って帰りたいなというふうに思っています。あ、
これ買ってきたやつ。あ、そう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 、これがさっきフェリシア子ども短大の真向かいのところにある紅ほっぺっていう直売所のところで買ってきたいちご大福で、ちょっとこれ一個開けてみる。開けてみようか。これが粒あんで、これ白あんで、これがね抹茶なんだって。じゃあ粒あんちょっと開けてみようか。すごい、なんかいちごが立派ないちごだよね。おいしそう。ほら、おお、いしそう。アップにしよう。ねえ、あ、すごい香りが、いちごのいい香りがします。すごい、おいしそう。ということで、これを後でちょっとおやつにいただきたいと思います。ということで、今回は、フェリシア短大までの、お散歩コースでした。広散歩終わります。